眠いな。眠いよ。今日は冬休み最後の日です。はい。最後の日です。で、私も。こんちゃんはもう冬休み終わっとるの。もう私も行かない。今日。今日は行かない。明日は保育園行くよ。お兄ちゃんとお姉ちゃんも明日から学校です。ということで今日は早たち冬休み最後の日どんなことして過ごすのか。モニタリングしていきたいと思います。あやはやチャンネル。ひまわりやらな。ひまわり、うん、もっとあったかくなってから埋めるの。え、かのさんには今日任務があります。何？教えて。昨日買ってきたおもちゃを開けたかったら、あそこのおもちゃ入れとかを片付けてください。痛いってもう。もう誰に言ったの？乗られない。あいつの用場は腰からしかしてはいけないもん。いて、出て、蹴飛ばすな。よかったね、お茶こぼれんで。痛いって。あやの乗せないで。もう乗せたら両者だけど。もう無理だ。冬休み始まってから冬休みの宿題で覚えてくださいっていうのがあって、じゃあせめて1日1個覚えようね、そしたら終わるまでに十何個覚えられるからって言ったのに、サボり続けて1個も覚えてなかったので、今日はゲームするぐらいなら先覚えなさいって言って。あ、ハゲ、ハゲ覚えそう。浮かれているハゲ。はい、浮かれているハゲ。浮かれているハゲ。おもちゃ浮かれているハゲ。掃除します。掃除します。これ掃除します。私のおもちゃを掃除します。はい、蚊の早がもう汚すのでこの時間掃除必要です。はい、じゃあ付け根どけてください。どけてください。はい、どいてよ。めちゃくる。じゃあこれ、ママママやめるちゃんね、チェアのにしよう。今度かわいい服にしよう。こたつがあったかいって、こたつ布団があったかいよ。さあ、はい、掃除機終わったよ、搬入。ねえねえ、ボール。掃除機終わったよ、搬入。ここはベッドではありません。見て、文句気持ち悪い。早が100人一首14個覚えたそうなのでテストしたいと思います。あ、やばいやばいやばい。ママが上の句を言うので、上の句、その覚え方っていうやつの下の句を言ってください。はい。人も惜し、人も恨めし、味気なく。人もよう思う。お、これやこの行くも帰るも別れては。あ、あれ、あれ、向かってくれへん。ここの子はおやつを食べるときに全部出して食べます。だからさっきからジャンジャン落として。はい、姉さんも今からおやつを取りに行きます。当たりですか？ああ、あのね、お菓子取りに行く行動一つでね、携帯持ってくんですよ。やばいですね、あれね、もう。ね、おてらんのにな。何言っとるかわからん。うん、もっとこれ片付けてね。うん。タゴの裏に打ち入れてみれば白たえの。タゴの裏、藤子ちゃん。そうそうそう。ちはやぶる神をも聞かず竜田川からくれないの。ちょっと覚えてかな。はい、頑張ってください。はい、もうすぐお昼です。本日のお昼ご飯、巨大お好み焼きを作ろうと思っています。なんですけど、我が家の子供たち覚えられました？覚えられてないらしい。ね、思った。あの、兄ちゃん遊ぼう遊ぼうって言って邪魔したらあかんねん、あなた。で、我が家の長女、すいません、朝からずっとゲームやってるんですけど。それ誰？踊り子ちゃん？リシちゃん？リシちゃん、振られた。何よ、わからんけど、はい、ご飯準備します。これ、あやかはやにひっくり返してもらおうかな。はい、じゃあお兄ちゃん行くよ。はい。
ターの仮穂の梅雨は濡れつつ足引きの足長長かささぎの渡せる橋に奥下の奥下かささぎのかさ、あ、かさ白い君がため春の海で梅雨じゃなくて雪、雪降りつつで、はい、そうです。ということでギリギリ終わりました。あと明日の準備完璧にしてきてください。わかりました。もうカバンから出てるとかダメだよ。わかりました。習字も持っていく準備もしないといけないんだから。わかりました、はい、それが終わってからね、ゲームはね。わかりました。大丈夫の？ひっくり返すの？せーの、せーの。いいやん、これくらい。いいやんって。だってね、美味しいもん食われたの。食われてもな、食べればいいな。その三時をどうする。無理。さあ、おにぎりはやってもらおう。あー、やだ、やらけよ。いいの隠したよ。やらない。やだ。ないと思う。何を隠したの？名前、あんた、エビマヨ。ピンポン。はや。ママ、私のうちはいいと思う。一緒です。見て、ゲームやりながら少しずつ近づいてこの距離を。半分こしゃいいや、おにぎり。半分こね。それ別なよ。土産前に買ってきました。待って、アメリーちゃん。値上がり前だそうです。ママ、どう思ったや。あれ、これも上がるのにな。うん、これも上がるって書いてあったけどな、ニュースに。あれね、11日から新作が出るの。ママ食べたいな。ポテト。写真撮らせて。ちゃんと写真撮らせて。今日は里芋、マック、お好み焼き。ポテト。ポテト。というメニューになります。お母さん、ちゃんと毎日食べてください。もうあれを選挙しなあかん。早いに見つかる前で。いただきますわ。いただきます。はい。召し上がれ。ほら、ポテトばっか食うんじゃない。あ、ママどんどん張っててる、うん、そう、張りすぎじゃないそれ。いいやん、これぐらい。できた。まだ割れるな。いや、できる。あんたよりどうなのに。カップルって何？だから、もう私、エマちゃんと両思いないんで。二人一緒に行動しなあかんのそれ。うん、カップルになったら。俺独身やつって。だって、ヒゲ親父やもん、早いの。行け、早く行け。俺はカップルから叩こう。なんかもう気持ち悪い限りのゲームやってます。いや、でもお持ち帰りでやめた方がいいかも。美味しい。このアイス大好き。行け、早く。受け取ったら、ポップチップ食べるよって。せーの。ポップチップ食べてよ。早く行ってよ。まだ。いいよ。でもまあ、一口あげるじゃん。お茶碗、お茶碗。開けられないですよ、若者。なんで開けられんの？でもな、ママも開けられんねん。俺さ、年々開けられんくなったまま。硬くてなくなっちゃった。コブックチップ午前中もやっとったしさ。はい、カモさんのおやつになります。もう違う食べ物になってます。誰やろうな、冬休みにストック作ろうなって言ってさ、ストックが全くなくなっただけっていう。待って、ママ言ったやん、あっち行こうよ、こっち行こうよ、朝ごはんモーニングバイキングがあるらしいよ。行かへんかったやん。大人様プレートとか食べに行こうよとか言ってたのにさ。行かへんかったやん。だって企画立てなあかんじゃん。企画立つだけど誰もなんか。サンジャこの日行こうよって言ってくれれば行くのよ。じゃあ来週こそ行こうよ、大人様。見たい。
見たいんですけど。はい、チャンネル争い始まりました。ああ、あやさん VS かの。バレパンダなんて昼ずっと見とったやん。の3時まではやめなさいってやめたんだ、1時間。うん、お願いします。はい、相談してください。まずはおやつ食べてから。早くして、私に代わってください。早く代わってよ。可愛くない？広がるスカイプリキュア。空がモチーフのヒーローがテーマ。空ですね。キュアスカイ。あやさんがプリキュアのチェックをしてました。違う、めくったら出てきたの。なんでそんなチェックしながらね。こっちが新しいプリキュア始まるって。こっちの方が可愛いよ。あーでもちょっと微妙。可愛いプリキュア。でも主役はピンクじゃないんだ。水色なんだ。まあこれ旧プリキュアの味、ね、水色が主人公なの。へー、変わったパターンやな。いやね、いち早く情報を。違う、待って違う、待って、ほらこれ出てきたな、こうしたら。そんな言い訳しんでもいいんやね、うん、してねーよ。はい、もう5時になります。ずーっとゲームしてます。ずーっとなんかインターネットでググってます。おやつのね、容器ぐらい片付けてくださいよ。ママはお昼から丘の日記2本編集終わりました。あんた何やってんですか。特殊訓練ですか。おやすみなさい。おやすみなさい。ということで、今夜のおかずはお昼のあまりのお好み焼きで、コストコのラザーニなんですね。はい、しっかり食べて明日からも頑張りましょうね。やめなさい、もうやめ、やめてよ。ほら、でかいコップあるな。あれはスヌーピーのコップ。あのすいません、明日学校なんですけど、いつまでテレビ見とるの。冬休み終了で、学校モードに切り替えてください。明日が楽しみだ、とっても。電気でもないよ。どいて。はい、おやすみなさい。前から。これあれでしょ。保育園から持ってきたとやつでしょ。開ける。やついないよね。あった。これさ、かんちゃん、たまに出てくるからね、気をつけてよ。うん。気をつける。この間さ、ここにさ、いたんだって2匹。